どうもこんにちは。こんにちは。秋田住みます芸人のチェスと申します。よろしくお願いします。今回はですね、秋田のご当地キャラクターに来ていただいております。早速お呼びいたしましょう、うん、秋田のニャーヒーロー、ニャジローです。ニャジロー、ニャジロー、かわいい。どうもこんにちは。ニャジローに来てもらいました。かわいらしいですね。めっちゃかわいいよ、はい、こんなかわいらしいニャジローなんですけれども、うん、なんとですね、うん、こちらヒーローに変身することもできるんですよ。ヒーローに変身するの？さあ一体何に変身すると思いますか？じゃあ秋田名物でしょ。うん、そう。中から始まる。そう、中から始まる。ナマステ。ナマハゲですよ。ちょっとお願いしますよ。そう、こちら。なんとですね、ナマハゲみたいな感じでヤッパゲとしてヒーローとしても活動しております。すごい。はい、可愛らしいですね。可愛い。そしてですね、こちら正義感の強いニャジロなんですけれども、とある人気ご当地キャラクターとも仲がいいんですね。はい、誰だと思いますか？実はこちらペンがありまして、ニャジロに書いていただきたいと思います。書けるの？ニャジロ。ニャジロなんとね、書けるんです。すごい。用紙に書いてもらいます。そんな書けるの？誰だと思います？今すごい大人気のね、キャラクターともニャジロすごく仲がいいんですね。誰だ？誰だ？いろいろいるよね。いろいろいますね。はい。ね、全国だから、うん、いろいろいますよ。それはいろ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 いる。そう、いろ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 、うん、いろいろいる、ね、すごいな。すごい書いてくれてるよ。1個も出てこない。出てこいよ。いろいろなんか出てくる。何にも出てこない。出てくる。もう書いてもらいましょう。あ、できたできた。じゃあお見せいたしましょう。ヤジロが仲いいキャラクターはこちら、うん、あ、見えますか？どうですか？これ竹風？ふなっしーですよ。秋田出身力士、竹風だ。竹風さんじゃないです。え、ふなっしーです。ふなっしー、そうなんです。仲いいの？実はですね、大きいイベントでちょっとね、その当時入ることができなかったふなっしーをですね、アルバイトとして、一緒にこう入ってですね、活動するということで仲良くなったということでございます。はい、そんな懐の深い、懐の深いやじろうでございますけれども、大忙しで、大忙しで舞台もこの後控えてということでございますよ。何場所、何場所、何場所じゃないです。舞台ですから、ね、舞台。はい、ということで、そしてやじろうなんですけれどもね、くるっと振り返ると、その尻尾がですね、紙尻尾になっている。あー、ほんとだ、かわいい。かわいいでしょね。そう、この尻尾に触るとなんと、ハッピーになれるでございます。すごい、そんなに触らないでください。はい、ということでね、どんなハッピーになる鍵しっぽも持つニャジローでございます。皆さん、秋田に来てぜひニャジローに会いに来てくださいね。チェース。